大阪慶吉カンカン虫殺人事件軽造船工場の第2号ドライドックに勤めている原田喜三郎と山田玄之介の2人が行方不明になったから5日目の朝のことである失踪者の一人原田喜三郎の惨殺死体が造船工場から ほど遠からぬ会場に浮かび上がったという知らせを受けて、青山京介と私は、暖かい街灯を着込むと、大急ぎで工場までやってきた。原田喜三郎と山田玄之介は、二人とも軽造船所直属のカンカン虫で、入居船の修繕やボタムの書き起こし、塗り替えなどをして食っていく労働者である。その2人が、 5日前の晩から行方不明になってしまい捜査に努力した水陸両警察署も何らの手がかりを得ることもできず事件はそのまま忘れられようとしていた時のことだけに半ば予期していたこととはいえ失踪者の惨殺死体が発見されたと聞いて私たちが飛び上がったのも無理からぬ話である門前で車を降りた私たちはまっすぐに軽造船所の構内へやってきた 事務所の角を曲がると鉄工所の黒い建物をバックにして2つの大きな深いドライドックの堀が横たわっているその堀と堀の間にはたくましいクレーンの群れが黒々とそびえ立ってその下に押しつぶされそうな白塗りの千人宿泊所が立っている発見された死体はその建物の前へアンペラを敷いて寝かしてあった もう検死も済んだと見えて警察の一行は引き上げてしまいただ五六人のナッパ服が死体にかじりついて泣いている崔君らしい女の姿を痛ましそうに覗き込んでいた京介は直ちに死体に近づくと遺族に身柄を打ち明けて原田喜三郎の検視を始めた地味な労働服を着た被害者の死体は長い間水浸しになっていたと見えて 前後のひげずらも露出された肩も足も一様に知らはじけて恐ろしく緊張を欠いた肌一面に深い殺花症がいくつもいくつも遠慮なくついているはだけられた胸部にはちょうど心臓の真上のところに長細い穴がぽっかり開いてその口元には白い肉片がむしり出ていたメスを突き刺したんだね これが致命傷なんだよ。京介は私にそう告げ終わるとなおも死体を調べ続けた顔面はそれほど引きゆがめられているという方ではないがただ左の顔だけ一面にそばかすのできているのがなんとなく気味悪く思われた京介はまた京介でどういうつもりかそのそばかすに顔を近づけご丁寧に調べまわしていたが やがて死体を裏返すとあきれたように私を見返ったなるほど死体の後頭部には鉄の棒で殴りつけたような穴が破壊された骨片をむき出してむごたらしくぶち抜かれている死体の背面には表側と同じように深い殺過症がしょしょに食い込み労働服の背中にはまだやわらかい黒色の機械油が。 引き裂かれた上着の下のジャケットのあたりまで引っこすったようにべっとりと染み込んでいるそしておよそ私たちをびっくりさせたことには後ろへ回された両の手首は丈夫な浅縄で固く縛られすっこきの結び玉から何かへくくりつけたように飛び出している綱の続きは一フィートほどのところで荒々しくちぎれていることだ黒い機械油は 手首から浅縄の上までべっとりと染みついている一通りの研修を終わった京介はそばの夫人に向かって静かに口を切ったいやどうも失礼いたしました早速で恐縮の至りなんですがご主人が行方不明になられた晩の模様をお聞かせくださいませんかといいますとつまりですな ご主人が最後にうちを出られた時の様子ですはい夫人は涙を拭いながら話し始めたあの晩工場から暗くなってから帰ってきた主人はごはんを食べると急なや行があるからと言ってすぐに出て行きましたちょっと待ってくださいと京介はそばに立っていたナッパ服の一人に向かって その晩夜行は確かにあったんですねいいえ夜行はなかったです労働者が答えたなかったうんないものをあるというからには何か知られたくない事情があったんだな女将さん心当たりはございませんか別にございませんけどそうですかで ご主人は一人はでで出かけられたんですね。いいえ源さんがあの山田源之助さんが呼びに来られて一緒に出かけましたご近所ですかええすぐ近くですしそれにとても心安い間柄でしたから寄ってくれたんです出掛けに表戸の前であの若造をすっかり震え上がってしまいよったとか 今夜は久しぶりに飲めるぞとか2人で話し合いながら出て行くのを私はこっそり立ち聞きしていましたおおよくそんな話を覚えていられましたねええ前の日まで中期で寝ていたゲさんはその日無理をして仕事に出たため工場で誤って右腕に肉離れをしてしまったのですでそんな怪我をした弱い中期の体で また酒など飲んではと人とごとながら心配でしたのであの話はよく覚えておりますいやありがとうそれでそのまま二人とも帰らないんですねええそうなんですありがとう京介は丁寧に礼を言って彼らのそばを離れると私を顎で呼びながらドックの方へ歩き出した いやぁ驚いたねぇ随分クソ丁寧に殺したものだね京介に寄り添いながら私が言った全くだ体中傷だらけだよ心臓の刺し傷と後頭部の猛烈な打撲症2つの致命傷が1つの肉体に加えられているんだそしてその上に 体一面に恐るべき作家性がある随分残忍な殺人だよもちろん死体はあの通り浅縄でがっちり縛り海の真ん中へ重しをつけて沈めたんさ犯人の頭脳のレベルは決して高いものではないねまあ九福林知識階級の人間でないことは確かだだが推理を起こすにあたっては やはり十分な注意を払わなければならんでまず最初に僕が頭をひねったのはあの幾通りかの傷や機械油が被害者の体へ加えられていった順序だ確かにあれだけの変化が一度に起こったとは思われんいやそれどころかおののの変化にはみんなはっきりした順序が見えている後頭部の打撲症や 体各所の激しい作家性を思い出したまえ。あの二通りの傷は心臓部の刺し傷に比較して恐ろしく周囲の皮膚がすりむけていたね一体人間の皮膚というやつはもちろん生きている人間のしかも薄い上皮ではなくあの死人のそれのように一枚下の厚いやつのことだよそういうい皮膚は。 あんなにやすやすと傷口の周囲までまくれてしまうものかね僕はそう思えないんだただもう息の通っていないそろそろ虫の湧きかかりそうなあるいはまた数日間水浸しになっていたとかいうような死体ではそういうことも信じられるでこの考え方からして最も妥当な順序を立ててみるとまず最初被害者は 鋭利な刃物で心臓をひとつきに刺されて絶命する次に後ろ手でて縛り上げられ重しをつけられて海中へ投げ込まれるここでしばらく時間を置いて次にあの致命的な打撲症と恐るべき殺家症が幾分柔らかくなった肌へ加えられるここで面白い証拠を僕は見ておいたよ 後ろ手に縛られた両腕の表側には殺過症があるが腕の後ろ側や腕の下にあたる胸の横から背中の一部へかけては衣服のほころびさえも見られないことだ次にあの黒い機械油のしみだが溶け加減といい染み具合といい確かにしばらく水浸しになっていたに違いないが全ての傷の一番最後からついたものなんだ なぜってあの油は背中の上部の上着からほころびの中のジャケットやすり破れた肌の上までそして縛られた浅縄の表側へはでも引っこすったようについていたからねさあこれで一通りの方は済んだつもりだ一つこれから殺人の現状を調べてみようじゃないか京介はこう言って鉄工場の方へどんどん歩き出した 私は驚いて思わず声を上げたえ殺人の現場どうして君はそれを知っているんだどうして君はそれを知っているんだ私の質問に微笑を浮かべた京介は歩きながら言葉を続けたうん何でもないさ君はあの死人の左側の顔面に気味悪いそばかすのあったのを覚えているだろう 僕はあれを見た瞬間にそばかすが顔の一方にだけあるのを不思議に思ったんだで、ね、よく調べてみると何のことはない鉄の切りくずの粉が一面にめり込んでいるのさつまりそばかすと思った小さな斑点は被害者が心臓を突き刺されてうつむきになったままばったりと伸びてしまった途端にめり込んだ鉄くずなんだ僕は この推理の延長から殺人の現状を直感するそれは旋盤工場である旋盤工場はあの鉄工場の一部にあるはずだそこの裏手の崩す手場まで歩けばもうそれで十分だ私は黙って京介の後へ続いた途中で行き合った職工の一人に崩す手場の所在を訪ねた私たちは それから間もなく鉄工場の隅の裏手へやってきたそこには油で黒くなった古い鉄粉やまだ銀色に光る新しい鉄粉が山と積もって捨てられてある京介は直ちに手袋をはめると比較的新しい鉄くずのそばへ腰をかがめてごそごそとさばき始めたしばらく一面にかき回していたが 何の変化も見られない。「おいおい私は検体を覚え始めた」と京介の顔色が急に赤らみかけてきた「なるほど京介の手元を見ると新たに掘り出されたまだあまり古くない白銀色の鉄粉の層の上に褐色の錆ビを浮かした大きなシミが出てきた」 被害者のの心臓から流れ出た血の跡だ。私がその結婚を夢中で見つめている間に京介は何かちらっと光るものを拾い上げて私のそばへ寄り添った君、こんなものがあったよ。京介が笑いながら私の前へ差し出したのはとびっきり上等の飾りがついた鋭利な一丁のジャックナイフだ。 鉄くずの油や細かい粉で散々に汚れているが刃先の方には結婚らしい赤錆が浮いている残念だがこう汚れていてはとても指紋の検出はできん京介は手袋の指先で絵元の塵を払いのけたと鮮やかに GY と刻んだ2文字の英字が見えてきた途端に私の頭の中で 電光のような推理がひらめいた GY とは山田玄之助をローマ字綴りにした場合のイニシャルの配列であるそこで私はすかさず言葉をかけた「君こりゃ山田玄之助のイニシャルだ犯人は玄之助なんだねうんまあそう考えていくのも悪くはないさ。 落ち着き払って京介は言う。だが他の多くの条件の符号を無視してただこれだけで犯人を山田と断定することはどう考えても危険性の多い話だ僕はまず被害者は一体何をしにこんなところまでやってきたのだろうかその方を先に考えたいそして君はあの先ほど被害者の崔君が話した 若造を震え上がってしまったとか今夜は久しぶりに飲めるとかいう2人の間のひそやかな会話を覚えているだろうあの会話はあの晩2人の間に若造と呼ばれた1人の第三者が関係していたことを意味するもちろんその第三者という男は2人よりも年若であったろうしそしてまた京介はここで言葉を切ると 腰をかがめて何か鉄くずの間から拾い上げたよく見ると鉄くずの油で汚れてはいるがまだ新しい中身の豊富な広告マッチだレッテルの図案の中に小料理関東煮としてある京介は微笑しながら再び碁を続けたそしてまたその男というのだねおそらくこの頃どこか多分 西の方へでも旅行したことのある男だどうしてってほら君の見る通りこのナイフのそばに落ちていた広告マッチのレッタルには小料理関東煮としてある関東煮とは我々東京人のいわゆるおでんのことだよ地方へ行くとおでんのことをよく関東煮と呼ぶことに関西では僕自身たびたび聞いた名称だよ したがってこのマッチはレッテルの文案に「関東にとしてあるだけで十分に東京の料理店のマッチでないことはわかるはずだいやもういいよくわかったよ私は京介の推理に多少の妬ましさを感じて口を入れた京介は先ほどのジャックナイフをハンカチに包んで広告マッチと一緒にポケットへしまい込みながら 私の肩に手を置いた。じゃあ君これから一つの機械油のあの被害者の背中へ引っ越したようについていたドロリとした黒い油のこぼれているところを探そうそこで私は京介に従って大きな鉄工場の建物の中へ入った回転する鉄棒ベルト歯車野獣のような教官を上げる旋盤機や 野獣のような共感をあげる旋盤機や巨大なマグネットの間を一人の労働者に案内されながら私たちは油のこぼれた場所を探し回ったが京介の推理を受け入れてくれるような場所は見当たらないでがっかりした私たちは工事を出て今度は2つのドライドックの間のクレーンの林の中へやってきた そこで大きなハンチングをかぶった背広服に仕事着の技師らしい男に行き合うと京介は早速その男を捕らえて切り出した少しお尋ねしますがねこの造船所の構内でここ一両日の間に誰か誤って機械油をぶちまけてしまったというようなことはなかったでしょうかほんのちょっとしたことでいいんですが京介の

間もなく私たちはその大きな空のドライドックの底へはしごづたいに降り立った義手は海水を遠足しているドック門の都線から56軒隔たった位置にやってくるとコンクリートの拠点の一部を指さしながら私たちを振り返った「こいつなんですがね」なるほどそこには3尺四方くらいの機械油のたまりが 一度水に浸されたらしく半ばぼやけて残っている。そのたまりの中央がちょうど被害者の背中にこすり取られたらしく白っぽいコンクリートの床を見せてたまりを左右二つに割っている。誰がこぼしたんです？水夫です。五日前の朝から昨晩まで修繕のために入居していた低等優先の看護ボートで。 天正丸という船のセーラーですスクリューの油さしに出かけて誤ってこぼしたらしいですああそうですかこう言って京介は何か失望したらしく首をうなだれてふさぎ込んでしまったがやがて何を持ったか元気で顔を上げると「<laughs> その天正丸という船はどこからやってきたんです?神戸出版です」。 義士が答えた。神戸。で気候地は四日市だけです。え四日市そうだ京介は思わず叫び声を上げると何か思い出したようにポケットの中へ手を突き込んで先ほどの広告マッチを取り出しハンカチで汚れを拭ってちょっとのまレッテルに見入っていたが間もなく元気で話を続けた。 でその天正ルっていう船は今どこにいるんですか今は芝浦に停泊しています何でも荷物の積み込みが遅れたとかってキーパーの督促で昨晩日が暮れてから修繕が終わるとそのまま大急ぎで古城記に栄光されて出去しましたそうですね今日の正午だそうですからもう4時間もすると出版ですありがとうで その船は五日前の朝入居したと言いましたね。すると、あの被害者が行方不明になった。つまり、殺された日の朝ですね。ええ、そうです。じゃあ、校内の宿泊所には、その晩天正丸の船員が泊まっていたわけですね。つまり、夜行はなくとも、この造船所の校内には、その晩天正丸の船員がいたんですね。 ええ、まあ、少々はですな。と言うとつまり、80%は女のところという意味です。よくわかりました。で、その日、天正丸以外に入居船がありましたかなかったです。ありがとう。義手は、京介との会話が終わると、一号ドックに入居船があるからと言って、 向こうのドックの方へ出かけていったそこで私も京介に誘われて面白半分に義士の後に従った1号ドックの巨門の前には1000トンくらいのカーゴボートが補助機にえいされて待っていた私たちが着くと間もなく都線の上部海水注入口のバルブが開いて真っ白に泡立った海水が 恐ろしいうなりを立ててドックの中へ本出し始めた次いで計2尺5寸ほどの大きな下部注水口のバルブも開いて吸い込まれて面食らった魚を拠点のコンクリートへたたきつけ始めたその小気味いい景色にうっとり見とれていた私の肩を京介が軽くたたいた「君船の入居するところでも見ながら」 しばらく待っていてくれたまえね僕はこれからちょいと犯人を捕らえてくる京介はそう言い残したままあっけに取られている私を見返りもせずぷいと校内を飛び出してしまった仕方がないので私はドックの開閉作業を見物しながら京介の帰りを待つことにした1時間してドックが満水になっても京介はまだ帰らない 都線内の海水が排除されてその巨大な鋼鉄製の都船が巨門の水上へぽっかり浮かび上がってもそれからその浮かび上がった都船を小舟に引かして前方の海上へ運び去り古城期に栄光された入居船が渦巻きの静まりきらぬドック内へ引っ張り込まれても京介はまだ来ない巨門に再び都船がはめ込まれて外界と格別されたドック内の海水が ポンプによって排除され始めた頃にやっと表門の方から1台の自動車が入ってきた京介かと思ったら警視庁の車であるさて事件がだいぶ複雑化してきたなと一人で決め込んだ私の目の前へ車のドアを排して元気よく飛び出した男はなんと我が親友青山京介だ驚いた私の前へ続いて現れたのは がっちり補情をかけられた船員らしい色の黒いどことなく凄みのあるひょうかんな青年だ二人の警官に守られている京介に伴われた一行が二号ドックの海に面した岸壁のあたりまで来た時にどぎまぎしながら彼らについていった私に向かって初めて京介が口を切った「君天正丸の水不調」 そして殺人犯人矢島五郎君を紹介するよ。京介はそう言って、補助をかけられたセーラーを私に引き合わした。私はまだ犯人を山田玄之助だと思っていたので、というよりも私はナイフに彫り込まれたイニシャルによって私の作り上げた推理をまだ意地悪く信じていたかったので、矢島五郎と聞いたときに、 いささか興奮してしまったが間もなく京介は縛られた男を私たちから遠ざけてしゃべり始めた先ほど技師の人から天正丸が四日市へ寄港したと聞いた時に僕はふとあの広告マッチの「関東にとしてある方ではなくその裏側のレッテルに「 世の字を冒頭にしたいくつかのカタカナがゴテゴテ小さく並んでいたのを思い出したんだで早速取り出して汚れを拭ってみたのさと京介は先ほどのマッチを私の目の前へ差し出しながら見たまえカンパチという店の下に小さく四日一会間隣としてあるだろううん 私は大きくうなずいた。で天正丸の乗組員でこのマッチを持った男と行方不明になった2人の男とがあの晩旋盤工場の裏の鉄くずの捨て場で行き合ったというふうに僕は推理を進めたところでいいかい君山田玄之助は中棄でしかも右腕に怪我をしていたはずだ。 その源之助があれだけ鮮やかに喜三郎の心臓を突き刺すことができると思うかいちょっと難しい話だそこで僕は先ほどここを出ると早速山田源之助の遺族を訪ねて源之助が右利きであったことを確かめてみたところがそこで一層都合のいいことには喜三郎と源之助の二人は三年前までどうだい君 天正丸の水婦をしていたんだぜそこで僕は十分の自信を持って芝浦まで出かけ予定の行動を取ったんさ他でもないまだ出版前の天正丸の船長に会ってイニシャルの配列が GY となる男が乗組員の中に何人あるか調べてもらったすると事務長の八木仁というのとこの 水府町矢島五郎君の二人だところが事務長の八木仁の方はもう50近い親父だそれに引き換えて水府町の矢島五郎君は船長も驚いているほどの凄腕なんだが年はまだ29歳のいわゆる例の若造と言われた部類に属しとるで僕は早速矢島君にこっそりと面会して あのジャックナイフを買ってくれんかと渡りをつけてみたんさするとナイフを見た矢島君は急にダーとなって震えながら百円札を一枚決まってくれたよで僕は札を受け取る代わりに矢島君に補助をかけさしてもらったんさ先生多少ダダをこねたがね何大したことはなかったよ 京介はそう言って笑いながら右腕のカフスをまくし上げてみせた手首の奥に白い包帯赤い血を薄くにじませてまかれてあったじゃあ一体山田源之助はどうなったというんだいごっくり唾をのびこみながら私が訪ねたさあそれなんだかね京介は振り返って、 遠ざけてあった矢島五郎のそばまで歩み寄ると片江の警官には目もくれずこう声をかけた矢島君さあ一つ潔く言ってくれたまえ山田玄之助の死体を運んで行ってこの海の中のどの辺へ沈めたのかってことだね多分原田喜三郎と同じ場所なんだろう。矢島は黙って京介をにらみつけていた 君、言えないのかねえじゃあ、仕方がない。僕がその場所を知らせてあげよう。京介は、涼しい顔をして1号ドックの方へ飛んでいくと、間もなく、今、入居船の据え付け作業を終わったばかりのモグリを一人連れてきた。モグリは、私たちの立っている近くの岸壁まで来て、しばらく何か京介から指図を受けていたが、 やがて2人の職工を呼び寄せるとホースやポンプの支度を手伝わせ間もなく岸壁にはしごを下げてすぐ目の前の海の中へ入っていった10分ほどすると私たちの立っているところより少し左に寄って第2号ドックの都線から3メートルほど隔たった海上へおびただしい泡が真っ黒な泥水と一緒に浮かび上がってきたこの時 私たちの耳元で恐ろしい野獣のようなうなり声が聞こえた振り向くと矢島五郎が鼻の頭をびっしょりと汗でぬらし真っ青になりながら唇をかみしめてじだんだ踏んでいる京介はほほえみながら再び会場へ目をやった5分ほどするとはしごの下へ潜りが戻ってきた見ると 原田喜三郎と同じように両腕を後ろ手に縛り上げられた死体を背中に背負っているあっ源さんだ今までポンプを押していた職工の一人がとっぴもない声で叫んだ矢島はがっくりと顔を伏せてその場へ座り込んでしまった源之助の死体には キサブローの死体に見られたような打撲症やかすり傷はなかったただ心臓の上に同じような刺し傷があるだけだ古い鉄の歯車の大きなやつをおもしにしてありましたよとても持ってこれませんので途中で綱を切ってしまったんですそういえばもう一本中途でむしり取ったように切れた綱がおもしについていましたが あれにキサブ三郎さんの死体が縛りつけてあったんでしょうなあ仕事を終わったモグリはそう言って大きく息を吸い込んだ京介は矢島の肩に手をかけながら君もう一つ聞くかね工場の裏で二人に会った時になぜ話を丸くしないでこんなひどいことをしてしまったのかね京介の質問に きっと顔を上げて矢島はやけくそに高い声でしゃべりだしたこうなりゃ何もかもぶちまけちまうよ3年前まで2人はあっしと一緒に天正丸に乗り組んでいたんだところがちょうど天正丸がまだ新品で南シナへえんこうをやってた時だこの前の船長でしこたまこれを持ってた柿沼ってやろう。 あっしがシケの晩に海ん中へたたっこんでユダみてえにつかみこんでやがった金をすっかりひったくったのを二人がかぎつけてしまったんだそいつをあの晩ごたごた並べてゆすりに来たんだだからかたづけちまったんだただそれだけさいやどうもいろいろありがとう京介はそう言って 警官に目で合図した。恭介は重苦しい冬の海を見つめながら語り始めたどうして源之助も殺されているということが分かったのかだってそりゃ君前後の事情を考え合わせてほとんど直感的にそう推定したんさすると君はじゃあなぜ源之助の死体の沈められた場所があんなに簡単に分かったかって言うんだろう その説明は山田玄之助と一緒に殺された原田喜三郎の死体が今朝発見されるまでの工程を一通り説明すればそれで十分なんだつまりあの鉄工場の裏で突き殺された2つの死体はここまで運ばれ重しをつけられて海中へ投げ込まれるちょうど2号ドックの都線のすぐそばだそれから4日経って昨日の晩だ 修繕の終わった天正丸は軽造船工場に糸まごいをして芝浦へ急行しなければならないそこで出去の作業が始まる第2号ドライドックの土門の注水口はバルブを開いて恐ろしい勢いで海水をドックの中へ吸い込み始めるすると巨門の近くの海中へ重しをつけられて沈められ 綱の長さで昆布みたいにふわりふわりしていた死体はどうなる何のことはない面食らった魚と同じことだよ直径2尺5寸の鉄の穴に傷だらけになりながら恐ろしい力で吸い込まれコンクリートの拠点へ叩きつけられるんだちょうどその日天正丸のセーラーが誤ってぶちまけたという機械油の上を惰性の力で押し流される やがてドックが満水になると巨門は開かれて天正丸は古城器で引き出される浮力の加減で船底に張り付いていた喜三郎の死体はそのまま連れ出されて外海へ漂流するわけだもちろん源之助の死体がそんな目に遭わなかったのは死体の距離と注水口との距離の遠近とか重しに縛られた綱の長短とかが影響していたに違いないんだ 京介は語り終わってタバコの吸い殻を海の中へ投げ込んだじゃあ一体2人が矢島をゆすったとか話を丸く収めなかったのがつまりこの事件の動機だねありゃあ一体どうして分かったのかね私が最後の質問を発したははははあいつは僕にも矢島が自白するまでは少しも分からなかったよ ただ前後の事情を考えてみてなぜ話を丸くしなかったのかなんてカマをかけてみただけなんだ。